フィリップ・ストレーフはフランス人の元レーシングドライバー。1984年に F1 デビューし、1988年最終戦まで F1 に参戦。1989年は AGS から F1 参戦の予定だったが、開幕直前の合同テストでのクラッシュ時に、脊髄損傷を負い現役を引退。フォーミュラルノーでレースキャリアを開始。 1981年のルマン24時間レースで総合2位を獲得、同年のフランスフォーミュラ3選手権チャンピオンにも輝き、フランス期待の若手として注目される。その後は1982年からヨーロッパ F2 選手権と1985年の国際 F3000 選手権に参戦した。ヨーロッパ F2 の最後のレースとなった1984年の ブランズハッチにおいて、ヨーロッパ F2 で自身唯一の勝利を挙げた。1984年ノルマン24時間レースでも、ポルシェ956バイトを仮3位を獲得するなど、活躍した。同年、F1 最終戦のポルトガル GP で母国のルノーより、F1 デビューを飾る。1985年は、ルノーターボエンジンを搭載するリジェットティデルより、終盤の5戦に参戦し、 最終戦である第16戦をオーストラリア GP で初入賞となる3位表彰台を獲得。1986年はティレルルノーのレギュラーシートを得る。初のフル参戦で2度の6位以内入賞を果たし、3ポイントを獲得。1987年もティレルより参戦。しかしティレルはルノーターボを失い、ターボエンジン全盛期の F1 回の中で、 ノンターボエンジンであるフォード d f z エンジンを使用することとなる。エンジンパワーで非力となったティレル DG016 で2度の6位以内入賞を果たし4ポイントを獲得。同僚のジョナサン・パーマーとジム・クラークカップを争う ?1988 年は F2、F3000 時代に所属しており、その後 F1 にステップアップしてきたフランスの小規模チーム AGS に移籍するも、 一カーエントリーゆえにセッティングデータ収集も、ままならず、マシンの戦闘力の無差から、ポイント獲得には至らず。1989年は AGS に残留したが、開幕直前に、ジャカレパグアで行われたテスト中のクラッシュにより、脊髄を損傷する重傷を負い、引退した。下半身の麻痺が残り、以後車椅子での生活を余儀なくされる。引退後は、カートチームなどを運営していた。 毎年パリで開かれるプロドライバーによるインドアカート大会主催者 BMW のアンバサダーを務めている。2015年ジュールビアンキの事故の調査に関して侮辱的な発言を行ったとしてこのストレーフの発言を知った FIA 会長ジャントットの怒りを買い名誉毀損で国際自動車連盟に告訴された。一連の流れを受けストレーフは FIA に謝罪し自らの発言を取り消した。FIA、名誉毀損で、元 F1 ドライバーストレーフを告訴。ビアンキ事故上に関する発言で、オートスポートウェブ。ありがとうございます。